4、4、2。はい。こういうことです。ここに一人一人当てはめます。ゴールキーパー、あいみょん。まあ、キーパーには経験も必要だけど、でも、それをもう、鑑みでも、彼女にはそれを引きます。右サイドバック、高橋優です。左サイドバック。字がちっちゃいです。ミスターツルーの桜井さん。その番外編いきましょうか。じゃあサブサブ大事ですやりたいんかっていうね。サブはねもう決まってますんで、サブにはこいつらはダメですよ。はい、サブですプロ竹圭吾ね、まあ、一緒に僕もサッカーやってますけど、やっぱサブは盛り上げ役が いないとダメなんで、まあ、彼らはまあどこ行ってもライブを盛り上げれるし、あのガヤも竹なんてめっちゃうるさいので、まあ、盛り上げ役になるかなと。はい、プロ竹圭吾。でこれバウンディ、これはただただもう今から来るぞっていう新進気鋭のサブ、サブからもう今スタメン取るんじゃないかっていうぐらいのすごい人。ちょっと僕最近若手の人聞いてびっくりしました。すごいな。ほんで、リュウタもスーパーサブです。なんか、あの、ずっと黙ってるのに急に最後にボンとなんか爆弾発言できる。というような、やっぱスーパーサブ。ここぞという時に力を発揮するリュウタ。なんか意外と楽しんでるでしょ、僕。なんないよね、サブの。あれって。ディスパッチャーズ。お、どうも、投稿者のポルクです。すごい。今回ですね、私がクーティーの紹介したいのはこちらの、俺が着た T シャツ着てる衣装とかですね、グッズとかになりますけど、これですね、アケイトさんがポルノマルで始めて、あ、で着てたですね、衣装なんです。これがですね、マドワーズの時に着てた衣装。アイランドシーク大脚バタイ。すげえ。すげえ。でここから先は今度は、PV で着てたり、ね。マジですげえ。俺セレになりますね、これ、秋人さん。マジで。で、ちょっとこれダメージが入ってるやつですね。穴開きジーンズですけど。穴開きのズボンですね。まあ、いつまでわかる？デイの PV で着たやつですね。これ、リバルの秋人さんの衣装。大花火で着てた秋人さんの衣装。こちらですね、ちょっと、ハルイチさんになるんですけど、キング&クイーンの、ハルイチかい。ジャケシャンですね。こちらはカメレオンレズのアキソンのジャケシャン。ここら辺は、ここからはもう、音楽祭とかですね、あの、一回だけ出てたやつの衣装になりますね。こちら洋服も、雑誌の掲載されてた衣装ですね。すげえ。ジュラピケのシャツ。これは開門向けたアキソンのシャツ。ここはラバップのシャツ。すげえ。いや、すごいわ。こんだけ来とるいうことやけね。かい。はあ、何本あるんよ、俺。70本。うちは黄色が多いね、やっぱ。ああ、はあ、なるほど。懐かしいね。ああ、高校生の時に。いやー、すごいな。こんだけ集めてもライブは当たらなかったみたいですか。マジかよ。それはどうにかしたい。すごいな。よく。うん？これ。ポップコーンですよ。もうそれに入れてる。ちなみにですが、これはあのメンバーの生まれ年の昭和49年とデビュー年の平成11年のお金を集めていると。うえ。まさか上行かれたなぁ、全然。すっげぇ。すっげぇ。これは気合入っとるなぁ。1万円5月、なんか、でしょ。1万円
んじゃろう。実はですね、この方、今年から新社会人になったみたいなんですが、ディスパッチャーズ貯金をしてるみたいでして、うん、動画が投稿されたら100円、好きな曲を弾き語りしてくれたら200円、岡野さんがかっこいい、尊いと思ったら300円っていうことでどんどん貯金してるみたいです。はぁ、あ、はぁ、あ、なるほど。それで、2ヶ月経って今、3万円貯金がたまった。でもしグッズが発売されたら、もうこれ全部お金、グッズ代にしたいなということが。なるほど、なんかそういううまいきっかけになるわけじゃ、そういうのがね、お金あの変に使うでも貯金って考えた時に何かきっかけがないとっていうね、さっきの人もそうかもしれない、もしかして面白いこと考えてますね、みんなね。続いてちょっとゲームに関する今度部門なんですが、岡野さんゲームとかって詳しいですか？普段ゲームやられたりとかしますか？ゲームね、僕あんまりやんないですけど、今やってるのは地球防衛軍、まあ、とにかく地球にやってくる、エイリアンや巨大生物をとにかく倒すっていうゲームです。これ大体その俺の相方がいるんだけど、そのゲームをやる昔から長い付き合い の島本ってやつがいて、そいつほんまにガチでもうゲーマーでめっちゃうまくて、でそいつと一緒に、じゃあお前ができるゲームって言ったらお前地球防衛軍ぐらいかなって一緒にやってめっちゃハマった。今回番組にはですね、はい、ちょっと動物の森ご存知ですか？ああはい、動物の森、はい、それは知ってます。ちょっとまず一つ見てもらいたいなと思います。はい、はあ、なるほど、ディスパッチャーズを撮ってる感じの、こんなことまでできるの？ステレオコンポがすごい古いタイプのステレオコンポ、ね、90年代やね、80年代から割と自由にコーディネートできるわけだ。今回ポルノグラフィティにちなんだあの島にしてるっていう方からのちょっと動画を見てもらいたいなと思います。はい、あんなことまでできるの？着替えれるんですよ、いっぱい。はあ、へえ。あ、すごいね、うわぁ、めちゃくちゃ時間かかりますよ、あれ。へえ。おー、ポルノ展。へえ、あ、へえ、すごいね。できたら愛してよください。アゲハチョのやつみんな言うよね、できたら愛してよください、愛してくださいか、愛してください。ああ、ミュージックアワーの時のやつや。これ何を？まあ、ギフトね。ああ、ワイニングロード。戻れないよ、憧れじゃ終われないよ。 Here I'm going to
なるほど。これもっと俺この動物の森の世界観を分かっとけば、もっとこの凄さが分かるってことでしょ。え、これはちらっと見たことある。釣りして魚売ったらお金になったりするじゃん。あれでなんか家建てたり、そういうの続きなの、この。そうだったりするの。そうです、そうです、お金貯めてライブ会場こしらえてって。はい、面白いね。気合入ってるね。たくさん、皆さん D1 グランプリに応募いただいてありがとうございます。まあ全部はね紹介しきれてないんですけども、まあ本当にレベルの高さにちょっと驚きまして、いや思った以上にね濃いですね。発信者としての能力が素晴らしいと思います。うん、楽しめた。引き続きディスパッチャーズを共に楽しめたらいいなと思っておりますね。チャンネル登録もしてもらわないといけないしね。ね、そこら辺もよろしくお願いしますということで、まあ音楽も皆さんに、お届けしようと思いますし、まあ、ちょっとスタジオをリニューアルしたので、そこら辺の様子も、まあそのリニューアルしたのでちょっとね今止まっちゃってたのがあるので、ここがちゃんと稼働、いい感じに稼働したらまた皆さんにいろんなものをお届けしたいと思いますので、ロケ企画とは別にね、プライベートスタジオからもまだまだ届けたいと思います。ありがとうございました。